失格カトーミーの訴えを却下した全仏サイド、海外メディアが厳しく中断、凶悪な犯罪だ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルスでカトーミー、ザイマックスとアルディラス・ウチャリー、インドネシア組が失格となった問題を受け、 加藤が行った提訴を全仏側が却下したことでテニス界から避難が紛失している。今回の騒動は、試合途中に加藤が相手コートへ向けて返した球がボールガールに直撃。審判は一旦警告を発しながら、対戦相手のマリエブズコバ、チェコとサラ・ソリベストルも、スペインが抗議した結果、裁定が終わって失格の厳罰処分が下された。 加藤はその後に処分を不服として賞金とポイントの回復を求めて大会側に提訴したが、訴えが却下されたことを自身の SNS で明らかにした。この決定に海外メディアが続々と反応。インドメディア、スポーツキーらは、凶悪な犯罪だと厳しい表現を用いて求断。物議をかもした失格を受け、全仏オープンでポイントと賞金の訴えが拒否されたことにテニス界が反応しているとして、 全仏を対応を批判する声を紹介した。有名コーチとして知られるクリスチャン・ザハルカ氏は、非常に間違った決定で、大会の審判団は非常に残念だ、と SNS でも批判。さらにイングランドのプロ選手であるマーク・ペッチェイも、あなた方には、そんな資格は全くない。間違った決断だと怒りをあらわにした。全仏が加藤の訴えをまともに検証もせず門前払いしたことで、再び騒動が広がりそうだ。 トースポウェブ。加藤美衣の訴え却下は、間違った判断。日本人選手コーチ、全仏の最低人意、極めてがっかり。加藤美衣の投稿に、西岡良治のコーチを務めるザハルカ氏が反応。テニスの四大大会、全仏オープンの混合ダブルスで優勝した加藤美衣、ザイマックスが、15日に自身の SNS を更新。東大会の女子ダブルス3回戦で、ブレー内の開始球をボールガールに当てて失格となり。 剥奪された賞金とポイントの回復の訴えが却下されたことを英文で投稿した。この結果に対し海外ファンから様々な声が上がっているが、日本人選手のコーチも大会側の判断に意味を唱えている。加藤は今月4日、アーディラス・ウチャリー、インドネシアとのペアで出場した全仏オープン女子ダブルス3回戦の第2セット途中に、プレーが途切れたタイミングで相手コートに回収し,したが、 そのボールがボールガールを直撃。ボールガールが涙を流したことで試合が中断され、加藤には警告が出された。その後ボールガールに歩み寄って謝罪したが、対戦相手の抗議によって裁定が変わり失格となった。加藤は恋ではなかったことを主張。自身のツイッターで賞金とポイントが剥奪となったことを報告しており、混合ダブルスで優勝した後のスピーチでも、失格は残念でしたが、 今後良い結果が出て、私のポイントが戻されることを願っていますとも訴え、その後の動向が注目されていた。そして15日に、加藤は自身のツイッターを更新。英文で、全仏をオープン、ローラン・ヤロスは私に罰金を課し、賞金とポイントを獲得するための私の訴えも退けられました。ですので、私にできるのは前を向き続けることだけです。次の停車駅、ベルリンと、 無念さをにじませながら報告した。これに海外ファンから多くの同情の声が上がったが、男子テニスの西岡良治のコーチを務めるクリスチャンザハルカ氏もツイッターで反応を。非常に間違った判断で、大会審判による極めてがっかりさせるものだ。と綴り、加藤の訴えを棄却した全仏側の判断に異議を唱えていた。ザアンサー編集部。